はい、プレボールドマヤ巨人です。巨人ドラ1は一本釣り狙いもということでございまして、はい、まあね、もうあとドラフトまで2週間と迫ってきている中で、まあ今年はね、なかなかどの球団もここまで貢献はなく動きを見せていない状態がついております。まあそれはね、巨人も同様でございまして、まあなかなかね、どこに行くかっていうところがわからない状況で、そういう中で割とね、本命されていた金丸選手で、まああとは宗山選手もね、可能性あるんじゃないかっていうところが割と言われておりまして、まあこの2人の2択、まあ強豪を辞さず突っ込んでくるんじゃないかっていうね、話もある中で、まあただね、三つのスカウト部長がある発言をしておりまして、まあ実は一本釣り狙いもあるんじゃないかっていうね、話にもなってきております。まあ実際巨人ね、今シーズンに関してはくじを外してしまった場合、まあそっからリカバリーするのが結構難しいんじゃないかっていうところも言われておりますし、まあであればね、あまりに競合するようであればそこを避けて、まあ一本釣りであったり、まああとはね、まああっても2球団競合とか、まあそういったところにね、行くんじゃないかなという可能性も出てきた中で、まあ今回はそのあたりをね、しっかりと話していきたいと思います。ではまずですね、記事から見ていきましょう。はい、巨人今週ドラフトは新調整か。巨人水野編成本部長代理スカウトを担当兼スカウト部長が6日ドラフト会議の指名人数について、いい選手がいれば指名は続くし、試合下に見合う選手がいない時点で終わって一斉に変わる、今ちょうど整理している途中と語った。1位指名については11球団の予想を伺って決める、当たる確率が高いところに行かないといけないと説明。最近2年は浅野2冊と実証の公表に踏み切ったが、する必要があったらする、今年は他から先に公表してくれないかなと笑った。この日は川崎市のジェイズ球場で34人が参加した新人テストを視察、投手2人、捕手1人、内野手1人の計4人に合格を出したということになっております。はい、まあ数日前の記事でございましたが、まあサンスポからこのような記事が出ておりまして、まあやはり毎年その年のドラフトをね、全貌というところが、まあ大体この時期になったら分かってくるんですが、まあただ今シーズンに関してはね、いい選手、試合下に見合う選手がいれば試合下で、で1位指名は11球団の予想を伺って決めるというぐらいのことしかね、未だ判明しておりません。まあなかなかね、どうしていくのかっていうのが見えてこない巨人でございましたが、まあただね、水野さんのコメントの中で当たる確率が高いところに行かないといけないということを言っておりまして、まあちょっとね、いろんなニュアンスで取れる言葉ではあるんですが、まあでもおそらくね、11球団の予想を伺って決めるっていうところで言うんであれば、まあくじが当たる確率、まああまりにも競合になるんであれば避けたいというね、発言かなっていうふうには思いますし、まあそうなってくれば、まあもしかしたらね、そういう選手っていうのは行かない可能性が出てきたんじゃないかなというところでございます。でまあそういう中で今年はね、ちょっとまあ公言は避けるんじゃないかっていう話も出てきている中で、ではまず近年の公言についてお話していきましょう。はい、では近年の公言というところでお話していきましょう。まあ、まずね、2022年おととしの1位公言というところ、まあ、10月20日開催でございましたが、まあ、どのくらいの時期に公言があったのかというところで見ていくと、まあ、まずは一番最初に、まあ、事実上の公言というところで言うと、まあ、巨人がですね、9月28日浅野選手を、まあ、公言というところでございました。まあ、はっきりはね、言ってなかったんですが、まあ、ほぼほぼ分かるような発言をしておりまして、公言で阪神がね、当日来たんですが、無事交渉権を獲得していたというところでございます。でその次が結構空いておりまして、10月10日ドラフト10日前にソフトバンクがイヒネ選手を公言で、10月の11日その翌日に西武が蛭間選手、日本ハムが矢沢選手をそれぞれ公言で、10月の13日に広島が斉藤選手で、10月の14日にオリックスが曽谷選手を公言で、そして19日1日前に楽天庄司選手、中日中選手、ヤクルト吉村選手と、まあこの年はね、本当に稀に見る公言合戦でございまして、総勢9球団が公言というところでございました。まあ公言してなかったのはロッテ阪神のみというところでございまして、まあそのロッテ阪神もね、それぞれくじを外してしまったっていうところでありましたので、まあこの年は公言した全球団が選手を取れていたという年でありました。まあね、結構不作年っていうところが言われていたんで、割とこう特殊なケースだったのかなというふうに思いますが、でそういう中で去年のね、公言というところを見ていきますと、去年は割とね、スローペースでございました。あったのが10月の13日、まあ2週間ね、切っているタイミングで広島が常広選手を公言で、そこからね、かなり空いて10月の24日、まあ、ドラフトの2日前に西武が竹内選手を公言で、ドラフトの前日にソフトバンクが竹内選手、巨人が西田選手、中日が渡来選手を公言というところでございました。で結果ね、広島、西武、巨人が交渉権を獲得、まあ、前年と比較するとね、少ない公言数ってところでございましたが、まあ、ただ巨人はね、現在2年連続で浅野選手、西田選手を公言で、いずれも結局ね、競合はしてしまっていたんですけど、当たりでくじを引けているというところ
ところでございます。まあ公言した結果ね、単独っていうところはできてなかったんですけど、まあでも結果ね、公言したからこそ2球団で済んだのかなという可能性もありますし、まあ 50% の確率を引けていたっていうところはありました。まあちょっとね、原さんになって長いことくじが外れていたっていうところもありましたんで、まあそういった心配っていうのもね、この2年間でなくなったかなというところもありますんで、まあ割と戦略的には良かったんじゃないかなという2年でございました。まあただね、今シーズンはまだ公言がなし、まあ2週間をね、切るタイミングっていうところで、もしかしたら週明け等にいろいろね、話が出てくるんじゃないかなというところもあるんですけど、まあただ今シーズンどこもね、様子見をしてくるんじゃないかなというところもありまして、というのも、やはり金丸選手、宗山選手、で中村選手に西川選手と、まあやっぱね、この大学生4人に今年は多くね、競合が集中するんじゃないかなというところが言われております。まあいわゆる大学ビッグ4、まあこれにね、大正大の渡辺選手を加えてビッグ5というところも呼ばれたりしておりますが、まあやっぱ競合で言うとね、この4人かなというふうに思います。まあ特にね、その中でも金丸選手、宗山選手は、もしかしたらものすごい数をね、競合を集める可能性もあるだけに、やはり各球団、どこが誰に行くのかっていうところ、割とこう伺いつつあるのが今年かなというふうに思います。で、そういう中で彼らをしっかり当てれたらいいんですが、ただやはりね、外れた時のことを考える必要があるんですよね。まあ彼らに行って外してしまった場合、まあほぼ間違いなく、この4人は当然残っていないわけでございますから、やはりこう1位指名したい選手のグレードもね、おのおそ下がってしまうというところでございます。で、そういった中で外れた時は、巨人どうなるのかというところ、まあやはりね、水野スカウト部長が慎重になっている部分で言うと、やはりここを考えた時というところではありますんで、まあそちらもね、なぜかっていうところを話していきましょう。はい。では、外れた場合というところでお話していくと、まあまずね、2024年のドラフト指名順というところを見ていきますと、まあ1位指名はね、入札制度っていうところでございますんで、まあどの球団も平等に1位指名して、まあそれで被ったらくじというところでございます。まあただ重要なのは2位以降ですよね。まあこの場合はウェーバーということになっておりまして、リーグ戦ね、下位の球団から指名権が与えられます。で、今シーズンはね、13番目に引けるのはパリーグの球団でして、まあ、パリーグ6位の西武が13番目、で、セリーグ6位の中日が14番目で、まあそこからオリックス、ヤクルト、楽天、広島、ロッテ、DeNA、日本ハム、阪神、まあそして1位のソフトバンク、巨人という順番でございますが、まあただね、それで言うと巨人は優勝いたしましたんで、まあ今シーズン2位を引ける順番っていうのは24番目最後なんですよね。まあ仮にですね、3位は逆ウェーバーでございますんで、一番最初に引けるっていうところで、まあ2位3位と連続で引けるってところはあるんですけど、まあただそうなってしまうと、やはりおのずと巨人の2位指名までに取られてる選手っていうのも多くなってしまうんじゃないかなというふうには思いますんで、この辺は不利なね、ところでもあります。で、それを考えていくと金丸、宗山、まあ競合確保で行くんじゃないかっていうところも言われているんですけど、まあ彼らに初回入札して、で外してしまうと、まあ外れ以降の選手プラス24番目の指名になってしまうので、やっぱ非常にリスクは高いですよね。まあ仮にね、金丸選手に行って外してしまって、じゃあ次違うピッチャーに行って、でそのピッチャーも競合になって外してしまった場合は、まあ外れ外れで次に指名できるのが24番目というところになっておりますんで、まあやはりですね、こう後手後手にどうしても回ってしまうというところでございます。というところを考えると、まあやはり慎重になるのもわかるのかなというか、まあ一番最悪のケースを考えた時に、あまりにもね、競合が多すぎると、そういったリスクは取りづらいのかなというのはありますよね。まあなんで、当然ね、競合に突っ込むっていう可能性もあるんですけど、まあ水野さんの言う通り、ギリギリまで他球団の動向を見極めて決めることにやはりね、なってくるんじゃないかなというか、まあ今年は早い段階でこの人行きますっていうのはね、まあちょっとね、言いづらい雰囲気はあるんじゃないかなというところはありますよね。まあ当然ね、単独狙いで行く場合ですね、まあ先に公言しておいた方がいいっていうところもあるんですけど、まあでもやっぱね、それでもお構いなしに突っ込んでくるケースっていうのは全然ありますし、まあであればやっぱね、ギリギリまで誰行くか決めないで他球団の動向を見極めつつ、まあその結果ね、競合に突っ込むのか、まあそれともある程度まあ単独狙いとか競合ね、少ないところに行くのかというところをしっかりと見極めてほしいなというふうには思いますし、まあちょっとね、今シーズンに関してはもしかしたら例年以上に他球団の動向っていうところ、まあその辺に注目したいところなのかなというふうに思います。巨人からすればね、やっぱちょっと早めに他球団公言してくれた方がいろいろ戦略とか決めやすいですし、間違いなく動きやすいなっていうところはあるとは思います。まあただね、それは他球団も一緒かなっていうところはありますんで、何とも言えないんですが、まあでもやっぱね、2位ウェーバー後ろの方の巨人からすれば、極力ね、リスクの低いところに行くのは当然かなというところはありますんで、まあちょっとその辺はね、注目ですよね。はい、というわけで今日は以上です。最後ね、ネットでの反応を見ていきましょう。
はい、ではネットでの反応ですね、見ていきましょう。菅野がいなくなるから金丸に行ってほしいけど、外した時のリスクは高いのも事実。マジで難しいけど、最後は水野スカウト部長の判断を信じたいということで。はい、そうですね。まあやはりですね、先ほどもお話した通り、まあ巨人はくじをね、外してしまうと、2位の順位が遅いので、やっぱまあリスクはかなり高くなってしまう。まあそれをね、スカウト陣も懸念してるんじゃないかなというところはありますし、まあそれを踏まえた上で、いろいろね、決まっていくんじゃないかなというところでございます。まあただ巨人からするとやっぱね、菅野選手がいなくなってしまうことは確定でございますし、まあちょっと岡本選手はね、どうなるかまだわかんないんですけど、まあでも仮に岡本選手が残るんであればね、じゃあまあやっぱ菅野選手の穴埋めっていうところ、そこに全力を注がないといけないですし、となればやっぱね、一番声が大きいのは金丸選手に行ってほしいというところなのかなというふうに思います。まあただやっぱね、金丸選手に関しては間違いなく人気が出てくるとは思いますし、まあ中日もね、1位はピッチャーで行くっていうところを発表しておりました。まあおそらくね、金丸選手に行くんじゃないかなというところでありますし、まずそこで1球団、まあそれ以外の球団もね、突っ込んでくるということを考えれば、まあ少なくとも3から4球団、まあ多ければね、5から6、まあその辺になってくる可能性もある。まあ3球団であればね、33%、まあまだね、いけるかなっていうところもありますが、ただ4球団なら 25%、5球団なら 20%、まあ6球団になれば、まあ16、17% かな、ぐらいにまで下がってしまうんで、やはりね、競合が増えれば増えるほど、ちょっとまあ巨人的にはね、行きたくないっていうのも事実でございます。まあやっぱその辺に関してはね、2ウェーバーが最後じゃなかったら、いろいろね、変わってくるところもあったんでしょうが、まあでもね、優勝した以上、最後なのは仕方ありませんし、まあそのリスクをね、考えた上で判断しなければならない。まあただね、やはり消極的になりすぎても、まあ近年でもね、トップクラスの選手っていうのを逃してしまっていいのかっていうところはありますし、まあその辺もね、悩ましいところでございます。まあ金丸選手、宗山選手避けて、じゃあまあ西川選手か中村選手行ってもですね、まあ多分この辺も競合してくると思いますし、まあ同じような考えの球団がぶつかって、まあもしかしたらめちゃくちゃね、こっちの方が競合しちゃうみたいなところもあるとは思うんですよね。まあなんでこの辺は本当にね、どう考えても難しいなっていうところはありますし、まあ果たしてね、この辺はどうなってくるのか、まあいろいろね、考えた上での判断になってくるとは思うんですけど、まあ最終的にはね、おそらくまあ水野スカウト部長が大枠を決めて確認してってとこではあるんでしょうが、まあちょっとこうどうなってくるのかなというところでございますが、で一方こちら見ていきましょう。これは他球団を意識した上での発言で、鍵引き込みだと思う。これからは現場との最終確認、すり合わせがあって決まるはず。個人的には将来首位打者の狙えるスター候補の宗山を下がということで。はい。で、まあ一方ね、今回の発言に関しては、まあ結構こうブラフなんじゃないかっていうね、ところも言われておりまして、まあやっぱね、この時期になってくれば、各球団、そういった意図の発言っていうのもね、出してきますし、で、記事によってはね、そこまで評価高くない選手を注目候補に挙げて、まあ他球団に先に取らせるみたいなこともですね、ある世界でございますんで、まあちょっとね、その辺の見極めっていうのも難しくはなってくるんですが、まあただこれに関してはね、ブラフというより割と本音なところもあるんじゃないかなっていうふうには思っておりますし、まあ実際ね、あまりリスクは負えないっていうのも事実でございますんで、まあ無理にね、競合するとこに行くわけでもないのかなというところではありますが、まあただね、これからそういった人の発言っていうのも出てくるかもしれませんし、やっぱこういう時こそね、いろいろかましいってなんぼかなというところでもありますんで、まああとドラフトまで2週間切った段階でございますが、これからね、巨人筆頭に、まあ他球団も含めて、どういったね、情報戦が繰り広げられていくのかっていうところ、まあ本当にね、楽しみかなというところではないでしょうか。はい、というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット。ありがとうございました。